皆さん写真ライフ楽しんでますか？まあ、今回ですねちょっと雑談というか、以前ですね私のこのチャンネルの方に、まあ、視聴者の方からコメントをいただいたものがありまして、そのコメントを読んでて、あ、この人ちょっとすごいなって思った瞬間があったので、今回ちょっとそのコメントの内容をですねちょっと紹介しながらですね、どういったところがすごいなって思ったのか、どういったところにですね関心をしたのか、そういったところのですねお話をちょっとしていきたいと思います。よかったら最後までご覧いただけたらと思っております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。 Yeah, I just wanna be great, yeah, yeah.はい、今回ですね、まあ、ちょっとですねコメントいただいた内容っていうのがですねすごく、まあ、すごいなこの人って思った瞬間があったので、よかったらその辺ちょっとですね、まあ、共有できたらいいなっていうふうに思ってこの動画を撮っております。で、まあ、ちょっとですね、まあ、どういう内容かっていうのはちょっと省いて、その部分だけちょっとお話をですね、まあ、コメントを読み上げたいと思ってるんですけども、まあ、最近ですねフィルム時代からキャノンを使用しておりましたが、意を決してこの度ニコン Z に変えました。70歳の私には思い切った試みでしたが、っていうところなんですけども、すごくないですか？すごくないですか？何がすごいのかっていうと、フィルム時代からずっとキャノンを使い続けてるのに、70になって今ニコンに変えることができるってすごくないですか？すごくないですか？何がすごいのかというと、例えばまあ、年齢をとっていくと、まあ、年をとっていくと私もそうなんですけど、なかなか今の自分を変えれないっていうところはあると思いません？そういったところが自分にもあると、感じる方もですねいると思うんですけども、なかなかですね年をとっていくとですね、それまでの経験とか積み重ねてきたものが大事なので、なかなかそこを変えることはできないんですよ。でもこの方はずっとフィルム時代からキャノンを使い続けてきてるのに、70になってニコン Z7 ですね、しかもミラーレスカメラなんですよね。でそこに変えることができる、まあ、ちょっと、まあ、同じカメラとはいえメーカーが違うとメニュー画面も全く違いますし、使い方っていうのもかなり変わってきますよね。まあ、例えばレンズをつける時もこの回し方っていうのは変わってきますし、まあ、いろんなところがやっぱりメーカーが変わると使い勝手が変わるので、やっぱこのメーカーを変えるっていうのはなかなかですね難しいところだとは思うんですよ。でしかも、まあ、このマウントが変わればですね、まあ、レンズも買わなきゃ、買い替えなきゃいけない、今まで揃えてたレンズっていうのをですね一旦なしにして、新しくその例えばニコンの Z7 だと Z でレンズを揃え直さなきゃいけないっていうのは結構大変なことですよね。例えば、まあ、自分の新しいそういった知識なんかもそうですし、まあ、予算なんかも新しく揃えなきゃいけない、そういったところで結構負担っていうのはやっぱりこのマウント替えというかメーカーを変えるっていうことは大きいんですよ。でそれを70でできるっていうのがすごいことだと思いませんか？僕ここ感心したんですよね。まあ、若いならまだしもですね、70でまだ自分を変えることができる、そのアグレッシブさっていうのはすごくですねすごいなっていうふうに思いました。で今の自分っていうのもなるべくその、まあ、新しいことにはどんどん挑戦していこうと思いますし、その、まあ、今までの自分をぶっ壊して新しいことを始めようとかですね、まあ、思うこともたくさんあるんですけども、マウントが今までずっと続けてきたものをですねポッてやめて、そこから新しいものに挑戦していくっていうのが70でできるっていうのはもうものすごく感動しましたね。でこの方がですね、まあ、Z のですね設定方法が動画を見てすごく分かりやすかったです、コメントいただいたんですけども、で他にもですね例えば i メニューの、登録の仕方の方法とかですね教えてくださいという風な、もうこのですね70歳の方からしたら私ってもうものすごい年下のもうペーペーじゃないですか。で写真やってる歴っていうのをフィルム時代からやれてるならもう私よりもだいぶ長いんですよ。それでもこういった若造に、まあ、教えてくださいって言えることがですねすごいんですよ。もう私が今から例えば、高校生とか20歳の子に教えてくださいっていうのはなかなかですねこの勇気がいることですし、難しいことだと思いますし、分からないっていうことを言うのが恥ずかしいっていうのもですねこの年齢になってくるとあるかと思います。で例えばこれ仕事なんかでもそうですよね。例えば私が新しく職場に入ってそこから20歳の子から教えてもらうって言われると、すごくまあプライド的にはですねどうなのかなっていうふうに思うし、
ーンもありますし、私は全然そうしたいですね、まあ、年下から教えてもらうこととか、そんなにですね、抵抗はないんですよね。年下の子からまあ、タメ口聞かれることとかも全然問題なく、そういったですね、まあ、普通にフランクに話せるんですけども、やっぱり年を取ってくるとそういったですね、ちょっと身構えてしまうところがあるので、例えばそういった年下の子から教えてもらうのが嫌とかですね、ちょっとプライドがあるからとかですね、まあ、そういったところがですね、やっぱり出てくると思うんです。年を取ってくると、自分もそうなんですけども、まあ、他の方もですね、そういった年を取ってくるとプライドみたいなのが強くなってくるかと思うんですけども、70になってもこういったフィルム時代から使ってきたキャノンからニコンに変更することができる。しかもこういった若造にどういう風に設定したらいいのか教えてくださいっていう風に言えるっていうのが、もうめちゃくちゃすごいなっていう風に思いましたね。まあ、こういう方っていうのは何か新しいことをやってみようという風にですね、チャレンジできる方なので、まあ、すごくですね、すごいなっていう風にはちょっと尊敬にも値するなっていう風に思いましたね。で、自分が例えば70代になった時にこれができるのかっていうと、ちょっと不安になるなっていうふうに思いましたので、ちょっとこれからの自分も、まあ、なるべくいろんなことに、新しいことに挑戦して、新しいことをやってみてとかですね、そういったことを大事にしていきたいなっていうふうにですね、思っておりますので、まあ、すごくですね、このコメントにはすごく感動させられましたね。本当にありがとうございました。はい。で、ちょっとまあ結構前なんですけども、 Z の i メニューの登録の仕方ですね、こういうふうに一覧で、まあ、何の設定をどういうふうにするっていうのを出せるものっていうのが i メニューになってます。で、こういうふうにしてて、まあ、動画とかでも、まあ、切り分けて設定することができるんですけども、このですね、まあ、内容っていうのはカスタマイズすることができます。で、このカスタマイズ方法なんですけども、メニューボタンを押していただいて、で、このカスタムメニューのところですね、このカスタムメニューのところから、操作、F の操作っていうところを選んでいただくと、この i メニューカスタマイズっていうところがありますので、ここでカスタムすることができます。はい。で、ここを選んでいただくと、こういうふうにですね、まあ、何をどこに配置するっていうのが選ぶことができますので、これで i メニューをですね、まあ、自分の使いやすいものに設定することができるっていうところになりますので、このですね、まあ、i メニューとか、まあ、いろんなものを設定してみたいよっていう場合はですね、このカスタムメニューのところですね、まあ、F のところとかですね、選んでいただくと、まあ、いろんなことができるのかなっていうふうに思うので、カスタムボタンの設定とかですね、まあ、いろんなことが操作、設定することができるので、まあ、この辺で活用してもらったらいいかなっていうふうに思っております。まあ、ネットなんかでカスタマイズ、i メニューカスタマイズっていうふうにですね、まあ、検索サイトに入れてもらうとすぐ出てきたりもすると思うので、まあ、今回ちょっと、このお答えするまでにちょっと長くなってしまったので申し訳ないと思うんですけども、まあ、簡単にですね、まあ、ネット検索すればそういったものってすぐ出てくるかと思いますので、そういったところもですね、活用しながら自分の分からないことですね、まあ、検索してみるっていうのもすごく大事なことかなっていうふうに思うので、まあ、ぜひやってみていただけたらと思います。で、今回はですね、まあ、この方からコメントをいただいてですね、そのコメントの内容がすごく感心させられたなっていうふうにですね、まあ、思いましたので、ちょっとご紹介をさせていただきました。ぜひですね、皆さんも今の自分をちょっと変えてみようとかですね、新しいことに挑戦してみようっていうところをですね、まあやってみていただけるとですね、新しい世界が開けたりするかと思いますので、ぜひですね、挑戦してみてください。まあ、このマウント替えを、まあ、やってみた方がいいですよっていうわけではないんですよ。やっぱ予算とかかかりますし、なかなかですね、難しいとは思うんですけども、ちょっとですね、今までやってないことに挑戦してみたりとかですね、やったことない取り方に挑戦してみたりとかですね、まあ、いろんなことですね、新しいものをどんどん取り入れてもらって、そこで自分をアップデートしていっていただけるとですね、まあ、年をとってもですね、全然成長していけるので、ぜひこの辺ですね、挑戦していただけたらすごくいいのかなっていうふうに思っております。で、このチャンネルでもいろんなことに挑戦していきたいと思ってますので、よかったらですね、こういうことやってほしいとかですね、まあ、コメントがあればそれにもチャレンジしていきたいと思ってますので、よかったらですね、参考にしていきたいと思っております。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.I thought I would never be fine. I strive just to say I'm okay.